何？うわ、え？何？どういうこと？へえ、なんかめちゃくちゃ簡単なご褒美ワールドかと思った。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで見てみて、ロゼッタになったタヌキやけど、これ絶対白いタヌキになったらさ、ピーチ姫と同じく可愛いよね。ミスリちゃんワールドスターの3。可愛い感じのステージや。回せ積み木のアスレチック。これは？なんかポインターとか使う系？違うかな。なんか動きよる？気のせいか。え、なにこれ、どうやって進んでいくん？なにこれ、どうやって行けばいいんすか？すか？あ、あれか？これや。え、違うやん。あー！なるほど、ギリギリのところにおらんといかんのやね。なるほど、なるほど、そういうことね。ほうほうほう。じゃあ、あんまり後ろの方に行きす、なんか来たまさかの映ってきたじゃあ、これも来る感じか。ほら、多分後ろの方に行ったら行ったで、戻ってしまうってことだよね。ここ。登れそうって思ったけど、別に違うんか。え。あまり危険なことはしない方がいいよ。私へのアドバイス。わ、よ。おっと、これは、こっちか？普通にステージを進むのはきっとこっち。で、多分向こう側には何かがあるんやと思う。スターとか、スタンプとか。きっとそういうことであろう。え、向こうも、これがスターかな？ねえ。これじゃない？多分。いやー、待って、助けてー、タヌキでよかったー。待って、ひっけ、あー、危ねー。おっと、なんだこれは。どういう、あ、こういうことか。ちょ、待って、今、あー、ちょ、今取れそうやった。くそ、へえー、なんてこと。なるほどね。待って、あんまりそっちの方に行くとつつかれてしまう。これ真ん中におればいいってことかな。ね、こっちもおるし。まあでも、いや、あっちに持った。いや、真ん中じゃあぶっ刺さりますね。やっぱ左右におらんといかん感じかな。いや、すごい神経使う。お、ふう、もうゴールじゃない？あれ、待って。待って。あ、あんなところにスター。多分きっとあそこからはあれが見えとったんじゃないかと思う。でも難しいね。なに、どういう状態？ちょっと君らやめてや。なるほど、こうやって行けばいいんやね。こうやって行けばよろしいですね。もう全然スター関係ないところに来たけど。あ、かわいい！色味めっちゃ合っとるね。え、どういう状態これ？なになになに？いやー！待って、怖い。なに君ら。一定時間経ったら復活するっぽいけど。来ないでー！おー！これはこの上には登れない。登れないっぽいぞ。なるほど、こっちの方にちょっとずつ寄せてきての、ってことか。怖い怖い怖い。ひー、待って、恐ろしい。ふう、このステージめちゃくちゃ神経使うね。とりあえず先に敵を倒して、ちょっとでもね、脅威を。いやー、100秒切った。でもあとちょっとなんじゃないかと思うようやけどな、ね、これは一体どこに行くのが正解なの？こっちなの？なんか違う気がするんよね。絶対違うやん。でもタイムが伸ばせてる。シェイ、若干ね。これ何？スター？あ、スタンプや。イエーイ。ちょ、待って、どこに行けばいいんだ。とりあえず、ここから、戻れるけん、まあ、いっか。いやー、しかし、
タイムは厳しいままだ。待って、止まってくれるかしら。コインが積まれている。なるほど、ここもさらに進んでいくんやね。やばい、タイムがめっちゃやばくない。ちょっとゴールあそこや。ちょい、キャー、待って、にって書いてるよ、にって書いてるよ。なに、誰とよ、誰と乗ればいいんすかこれ。え、なに、誰と、どっかに、あれか、さくらんぼがあるんか。いや無理無理、20秒とか無理無理、一瞬蜂と一緒に乗るとか思ってしまった。あれやね、どこかにさくらんぼがあるんすね。え、無理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 。え、てかあっち多分正規の道じゃない気がするわ。ゴールじゃない気がする、向こうで。そこがなんかにってなってるところやけん、ちょこっ、いやー、多分そっちの道じゃ、え、てかさくらんぼなくない。いやくっ、いやー、助けてー。そこに行きたいんすよ私。いいくっ、あっ、って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 、うー、あぶねー。ふう、お、やったよ、ゴールだ。ふう、やっとやっと、イエーイ、両方の目が見たい。あ、スタンプゲットしとったんやっけ。ロゼッタや、ロゼッタ。さあ、そしてワールドスターの4、飛びつけゴールポール。毎回じゃね。え、なに、うわ、え、何、どういうこと。え、ちょっと待って、びっくりした。これのどこに難しい要素があって一瞬なったわ。いや待てよ、おい、なんか知らんけどいつの間にかスターをゲットしたよ。いつの間にやらスターをゲットした。ちょっと待って、あれ最初のところでさ、しがみつける人おるんかな。ちょ待ってね、ただのコインだけ、マジかやーい。くそー、ちょっと待ってよ、若干回り道ぐらいせんかったら無理なんじゃない。そんなことない。はーい、はーい、誰に挨拶したんか知らんけど、あんまりさ、そういうところであのスピード、うー、スタンプ取りたかったけど、これ最後の最後は追いつける感じ、そういうことではなくて。すごくない、私これ初見なんでこれ初見なんでやばくない。やった、いけた。ふう、あれがラストやったんかな。36秒、コースクリアー。いやー、めっちゃびっくりした、どんなコースかと思ったわ。なんかね、なんかめちゃくちゃ簡単なご褒美ワールドかと思ったまさかの、そんなことないわいね。よし、しろっとしろっと。はっ、あれ、いつもね、場所がよくわからんくなるんよね。100ってことでワンナップっすね。イエーイ、ワンナップ。ここは行けるよね道が伸びてないけん行けんかなってちょっと一瞬思ってしまった。あ、スタンプやん、ゲットしていく。壁登り中の猫マリオ、ありがとう。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。
最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、なんかすごいね、度肝を抜いてくる感じのコースが、いや楽しいけどでもスピードラン系苦手やけど楽しかったね。ああいう感じなら良きかもしれない。なんか意外とスラスラいけたし